皆さんは、コールオブデューティー、ウォーゾーン、DMZ を覚えていますか？コールオブデューティーという対策 FPS に存在していた一部のゲームモード。タルコフのような物資を集め、そして持ち帰ることを重点的に目標としたモードでした。しかし、そのモードは、たった1年で、アップデートが終了し、また一人と、プレイヤーは消えてしまったのです。しかし、これはどうでしょう。 DMZ の代わりとなるものが現れたとすれば。ということで、今回はこちら、デルタフォースホークオプス。こちらのハザードオペレーションという脱出シューターのモードを、まあ、やっぱりね、僕なんだかんだ、このチャンネルどこで始まったかって、実は DMZ からなんですよ。なんで、DMZ と、まあ、比べてというか、DMZ 民の皆さんはこのゲームで満足できるのかっていうところを紹介していきたいと思います。まあ先に結論から話しちゃいます。このゲームは DMZ をやってた古き懐かしい DMZ プレイヤーたちは満足できるのかという件についてですが、私これでも曲がりなりにも DMZ をただやっていたわけではなく、本当にね、でも命かけて、動画活動とかやってました。もう本当にずーっと DMZ、 家に帰ったらすぐ DMZ、 家から出かけたらずっと DMZ の動画のこと考えるみたいな日常を、まあ大体まあ半年ちょっとぐらい送ってたわけなんですけれども、まあそんな私神優がこのゲームをプレイしてみて、もう正直ですね、このゲームは DMZ2 だと本当に言えます。本当にそれぐらい DMZ プレイヤー満足してくれるんじゃないかなという自信があります。まあ何よりも、こういった脱出シューターでよくある、お金がかかってしまうだったりとか、あとは、普通にですね、まあよくよく考えてみれば、やっぱり DMZ の方がいいところがあるよね、みたいなところ、結構あったりすると思うんですけど、このゲームはですね、基本的に DMZ の、こんな機能あったらよかったな、を全部取り入れてくれてます。これガチです。まあもちろんね、もちろんこのゲームが全てを上回ってるわけではない。けれど、今アップデートが終了してしまった今 DMZ が、もう正直このゲームがその代わりと言っても過言ではないと思います。それぐらいですね、本当に素晴らしい作品だなっていう風に、まあ、もちろん今これはクローズドベータテストって言って、まだ仮の段階なんですよ。なんですけどそれを感じるっていうことで、本当にね期待してもらっていいんじゃないかなと思います。今こんな風にね、戦闘のシーンは NPC とね戦ってるシーンっていうのをお見せてるかなと思うんですが、まあ、ご覧いただいている通りですね、本当に戦ってて楽しいなっていう、こういう風にねマップも分かりやすくて DMZ みたいな形だし、何よりね経済のシステムがあるんですよ。 DMZ ってアイテムを集めても結局そのアイテムってミッションのため以外には使えないので、まあ、結果としてそのアイテム集めたところでだんだん意味がなくなってっちゃったんですよね、やり込んでいくと。ですがこのゲームはですね、集めたアイテムっていうのに価値が必ずつくようになってお金になるんですよ。っていうのもあってね、そこがやっぱり DMZ2 だと言えるゆえんじゃないかなと思います。もちろん、これは別に釣りで2と言ってるわけではなくて、僕みたいな難民が多分たくさんいるんじゃないかなと思ってます。もちろんね、みんなを引きつけるために、まあ DMZ2 じゃないかというふうに言ってる節ももちろんありますが、それよりも、また帰ってきてほしい。もちろん僕の動画を見てくれた人もそうだけど、DMZ をこよなく愛した者ども、こういうカジュアルな脱出系シューター、タルコフっぽいゲームを求めてたそう。このゲームのためにね、帰ってきてほしいと思って、この動画を今上げてます。もちろんまた製品版になったら、ちょっと似たような動画が上がると思います。このゲームは DMZ かもしれない、みたいなね。その動画を出した時にはもうプレイできるようになってるはずなので、ぜひですね、来てくれると嬉しいです。まあ、こんな感じでね、NPC も割と強かったりとか、こういう風にアイテムのアサリとかもね、価値のあるアイテムとかたくさん出てきたりとかね、本当にね、今のところ1日目なんですけれども、で、キャラコンどうなのかっていうところなんだけど、ちょっとね、今スタミナ回復してからなんだけど、まあ、こんな形でね、一つのキャラクター限りなんですけど、スライディングキャンセルができるキャラがいます。もうこれ、モダン2です。これモダン2です、もう。なんなら、まあ、3なんだけど、動き的には。スライディングできます。モダン2のスライディングできて、さらにモダン3のスラキャンまでできます。
ジャンプ打ちもできます。壁だって普通に乗り越えもできますし、もう、これはですね、正直言うところが、文句言うところがないんですよ、今のところ。無料で、PlayStation 5、4、そして、まあ、Xbox 系とスマホと PC に来るらしいので、無料になったらね、僕もまたその、無料になったよ、できるよっていう動画あげるんで、また DMZ プレイヤー帰ってきてくれると、本当に嬉しいです。っていうね、まあちょっと、皆さん、戻ってきてくれよっていう動画の、一つ目でした。また動画あげます。そしたら、また皆さんが帰ってくることを、心待ちにして、僕はね、このゲームを、ちょっとクローズのね、まだテスト段階なんですけど、プレイして待っていきたいと思います。まあ、こっからはね、ちょっと PVP、プレイヤーとの戦闘っていうのがね、多分皆さん気になってると思うんで、それをね、お見せしていければなと思います。いますね。あれだ、プレイヤーいるぞ。さあ、PVP。まあ、これ見てほしい、PVP の面白さを。まずはワンカット。ここはいないか？敵逃げたかな、ね、このゲームね、すごい DM だったのが、このマンダルブリックっていう、すごい低確率なんだけど、武器スキンがゲーム内でね、獲得できる要素があるんですよ。いわゆる、マジで DMZ の武器ケースみたいな要素があって、それがね、めちゃくちゃいいんだよね。本当に DMZ の武器ケースを思い出す。集めて、武器スキンのために出撃して、で、まあその道中でね、こういう契約、コントラクト契約受けて、で、まあミッション、派閥契約っていうのもあったりして、本当になんか懐かしいなって感じがします。多分もしかしたら運営さんも意識してるとは思うんだよね。こういうマンダルブリックもそうだし、ゲーム内要素っていうのはね。ここがいわゆる DMZ でいう要塞ですね。こういうね、でっかい建物があるんですよ、たまに。まあ、要塞としてね、機能してますね。敵が硬い敵がいたりとか、まあ、プレイヤーもよく合うし、いろんなとこで DMZ の要塞感を感じます。まだ誰もいないか。よし。要塞攻略に来ましたよと。ムーブメントとかも見てほしいわ。マジでぽくない？このスピーディーさ。とりあえずクリア。じゃあちょっとね、金庫あるんで、金庫といったか、コンピューターだね。これこう解読していくと、5番、0番、8番だね。で、こうすると、まあ、アイテムが獲得できたりとか、ちょっとしたミニゲーム要素もあります。意外と、今回要塞にはプレイヤーいなさそうかもな。足音聞こえる。いるね。プレイヤーだ。ナイスダウン。ツーダウン。こっちいるね。いやー、やれそうだけど、上から行くか。上から攻めます。下にいるねー。オッケー、倒していく。まあ、こういう感じですね。プレイ感は、まあ結構戦闘シーン見てて分かったと思うんだけど、本当にカジュアル。いわゆる DMZ みたいな、あの、スライディングムーブとかは結構かませます。それでハマってたって人は、本当におすすめです。ただ、一つ注意点。このゲーム、落下ダメージがあるので、まあ、ちょっとそこだけね、ダメージ食らっちゃうと、遠い、高いところから落ちて攻撃とかはできなくなっちゃうので、まあ、ちょっとそこがね、DMZ と一個違うのかなっていうところはありますけど。でも、PVP の戦闘今見ていただいたと思うんですが、軒並み、本当に COD みたいなね、アクロバットな、戦いでいきます。そろそろ気になってきたんじゃないですか？マジでね、まあ、おすすめしたいんで、今回は DMZ に関するところだけの動画を今回は撮りました。あとね、こういう感じで、この、契約っていうのもあるんですよね。契約任務。まあ、ちょっと見た目は違うけど。これもね、なんか、あっぽいな、懐かしいなって思った一つの理由ですね。今回は、HVT。HVT ターゲットを倒すんです。ナッツ。めちゃくちゃ鍵のために HVT 回してましたよね。
でもこのゲームの HBT はね、そんなに強くないんで、マジでちゃっちゃと倒せる。あ、これは相手出た。よしよし。はい。キルって感じで、そんな強くないですね。オッケー。アイテムもかっさらっていって、大丈夫そうな脱出ですね。ということで、私、DMZ 実況者から、DMZ プレイヤーに次ぐ DMZ2 みたいなゲームが、もしかしたら来たかもしれないよということで、まあ今回はね、クローズベータテストなんで、まあちょっと選ばれた人しかね、プレイできないんですが、またね、これがオープンベータになって、誰でもプレイできるようになったら、また一つ、DMZ プレイヤー、みんな、帰っておいで、みたいなタイトルでね、動画あげるんで、それもお楽しみにください。オッケー、フルパ壊滅。あ、まあ、なくなっちゃったよ。まあ、こういう感じで、本当に PVP 楽しいですね。おすすめです。さあ、入りますか。いや、マジでね、本当に、みんなが思ってるよりも、俺はこのゲームを楽しんでます。本当に楽しい。マジで楽しい。まあ、今まだね、英語しかないのと、まあ、あとは、まだ引き継がれないっていうところもあるので、まあ、結局ね、リセットされちゃうんだけど、絶対これ、できるようになったら、がっつり遊びたいぐらいに楽しいですね。あとはね、1分40秒で、ここのエレベーターが到達するんで、これ待てば終了です。まあ、こういった様々ね、DMZ ライクなゲームも実況解説していきたいと思いますので、昔のサイコさんのあなたも、もしよかったら、今後もね、デルタフォース、ホークオプス、並びに他のゲームも、実況ね、見てくだされば嬉しいです。チャンネル登録してくれてる方も、そうじゃない方もね、ぜひね、今後ともよろしくお願いいたします。それじゃあ、皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしかしたら本当にこのゲームが、DMZ民をまた楽しませてくれるかもしれません。まあ、もしかしたらだけどね。ということで、GG!